ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、オリックスの中嶋監督が楽天戦後自ら、辞任ということを記者の前で。びっくりしたな、はい、これにはびっくりした。豊さん、やっぱりびっくりされましたか？いや、やっぱ3連覇しててさ、まあ、今年だけ悪かったでしょ、はい、それで辞める材料なんていうのは怪我人とかいろいろ総合しても、はい、全くないのになと思いながら、うん、まあ、指揮系統、はい、そういうものが言ってることが選手に浸透しなくなったという、はい、うん、まあ、そういうことが引き金になったのかなっていうような感じがするよな。そうですね、まあ、一つに全力疾走でしょ。そうなんです。やっぱりその全力疾走、それから攻守ともに、うん、やっぱ慣れ合いというか、うん、そういったことが見られた。そしてそれがコーチや監督が何度選手に言っても伝わらなかったっていう意味でも、新しくした方がいいんじゃないかということで自ら身を引くと。こういうふうに具体的に記者の前で話される監督っていうのもなかなかいらっしゃらなかったので。自分を落とすことになるからね、それはね、うん、だから歴代の監督で自分を落としながら辞めていったっていう人はいないけども、うん、逆にかっこいいな、俺から見ると、うんうん、やっぱりチームを思って誰がやればいいのかとか、はい、監督をね、あ、でももう俺の力はなくなったって思うのは、はい、指揮官として緊張感が伝わらなくなったっていう、うん、やっぱそこだと思うんだよね。それは俺かっこいいなと思う、うん。2020年に西村監督の後を引き継ぐ形で途中で、まあ、途中からやっぱり、はい、代行になって、で2021年から監督に就任してからはもう2021、20、23とリーグ3連覇、日本一も成し遂げられて、まあ、とにかくスタメンを全員変えたとか。そうです、そうです。使ってる選手も打順だけは変えたとか、はい、斬新だったよね最初はね。そうでしたね。だからやっぱこうやりながらベンチにいながらやっぱ違うっていうふうに思ってたんだろうなっていうようなね、うん、だからそういう手腕だとか、はい、思考だとか、うん、まあ、そういうものは正しかったというね、3連覇が証明したという、はい、俺はもう名将の一人だというふうに思ってるけども、うん、でも辞め方もやっぱ名将だったなと思う、うん、やっぱ求心力がなくなった、選手たちがこっちを向かなくなった、うん、そのために辞めるっていうね、はい、これはやっぱこう正しい判断だと思う、うんうん、これはずるずるやっててもいい方向にいかないってよ。やっぱそうだね、指揮系統がやっぱこう伝わらないのに強くなるとは思えないよね、うん、それはもう正しい判断だと思うよ、うんうん、ただこうなって、こうなってえって思ってんのがやっぱ選手たちだよね。そこですよ。いや、そうじゃない、いや僕らはあなたについていこうと思ってたのにって、うん、いや成績がこうさせたんだって、監督としては成績じゃないんだと、うん、やっぱこっちの指揮系統の問題だと。で、まあ、かっこいいと思うよ。そうですね、これはね見習ってほしいよ、他の監督の。もう本当に、そしたら辞めなきゃいけない監督がたくさん出てくるって思うけど、いやだけど俺はやっぱそこまで監督としてね、うん、あの責任を持ってたっていうのは素敵なことで、やっぱ名将だなと思う、うん。あとは今年1年の戦い方でやっぱり監督が言ってた、その走るにしても全力疾走、守ることもきちんと、攻めることもきちんと、それができてなかった、気の緩み、緊張感のなさっていうふうにこう兄がおっしゃってるのは、それは豊さん今年オリックスの選手たちの戦いを見てどんなふうに、そこは。いや、それは宗が代表してるよね、うん、宗を途中から使わなくなったし、ファームに生かした、はい、やっぱそれは調子だとか故障だとかいろいろあるかもわからないけども、宗と中嶋監督は合わなかったね。合わなかったっていうのは人間的にじゃなくて、指揮系統を守れるか守れない、守ってる時もあれば守らない時もある、はい、村をすごく感じてた、だから外したという、はい、だからまあそこになんかこう緊張感を持たせようとしたんだろうけども、まあ宗といえばね、やっぱ3連覇の立役者でもの一人でもあるし、でもそこは外していったっていうのは、やっぱり一つの緊張感というのを持たそうと思ったんだろうけども、うん、成績がね、そうですね、こうだからもうしょうがないっていうような感覚にみんながなってるというか、だからそれは許せなかったんだろうな、うん、自分として。そうですね、選手がを許せないんじゃなくて、なんか自分を責めたんだろうな、うん。あとはピッチャーに関して、まあ、怪我人は多かったですけれども、その他例えばピッチャーの連携ミスであったりとか、送球ミスであったりとか、そういったミスが1試合で何個も数多く見られた試合もあったりしたので、そういったこともやっぱなんか中嶋監督としてはもうちょっとピリッとしないかなとか、もどかすっていうのは、まああね、まあ、中嶋監督が代行する前のチームに戻りつつあるというかさ、うん、はい、
実力はあるんだけどもまとまりがないという、うん、でも中嶋監督がやることによってまとまりを見せたという、はい、でもそれが3年間でほどけてしまったという、うん、それが4年目に出てしまうという、はい、3年間もね勝ち続けたらやっぱ選手も緊張感の中でやってるし疲れてると思うんだよね、うん、だけど中嶋監督はそれを許さなかったというね、うん、やっぱり厳しい人だよな厳しいですね、うん、それを思いましたすごく選手を包み込む包容力も感じるけども、うん、厳しさもあるなっていうふうには感じる、ねうん、あとはこの件に関して実は日本ハムの新庄監督もその記者の方に話されていて、はい、今シーズンオリックスの試合をしていてオリックスの選手を見ている中であ全力疾走を怠っているなという場面シーン何回か見受けられたとやっぱ選手は優勝して給料がアップすると天狗になってしまう選手もいるとそこでやっぱり頑張っていく選手たちっていうのは将来やっぱり一流になりコーチになり監督になるけれどもそこでやっぱりそこに甘んじてしまうとダメになっていってしまうっていうのを話されていてやっぱ少しでも隙を作るとね、はい、相手にもすぐ分かるし、うん、やっぱ全力疾走をしない、うん、やっぱ隙が見えるチームに見えると戦いやすくなるねそうですね相手が何か勝手に何かやってくれるとか、うん、こけてくれるとか、うんまあ、そういうことになるだろうなっていうふうに見ると、はい、余裕を持って、うんまあ、戦えるような、はい、そんなチームに感じるよね、ですよね、うん、あとはやっぱりリーグ3連覇ってなると選手のその維持し続けるそこに居続けることのモチベーションというのは、まあ、疲れもあると思うんですけど少しずつ低下していってしまうものなんですか、まあ、なんかさ最初に優勝した、うん、連覇した、はい、そしたら負ける怖さっていうのは、うん、この地位から落ちたくないっていう、うん、ボクサーの世界チャンピオン、うん、ロッカーで震えるぐらい怖いんだってなんで震えてるんだって言ったら何か分かる負けることの怖さですね。そうなんだよ、うん、その地位を奪われるんじゃないかっていう怖さから震えが来るんだって、はい、だから殴られようが何しようが、うん、そんなの全く怖くないんだって、うん、いやだけどその地位を守らなきゃいけないっていうことで、で周りもいるじゃないそうです ね支えてくれるだからもう震えるぐらい怖いんだって、うん、戦う前ってでオリックスの場合は、うん、やっぱそういうことを2年間やってきて3年目、うん、その3年目やってから故障者がいっぱい出たじゃない、はい、だからその負ける怖さというかそれを知ってる人たちが軒並み故障したから、うん、それとまた他に出ていったしやっぱそれをまとめるのっていうのはやっぱ大変だったんじゃないかなと思うよ、うん、これはレギュラーでいや怖いんだって思えばまあ全力疾走もしただろうし、うん、経験値の高い選手たちが軒並み怪我をしてっていうね、はい、まあそれを一生懸命中嶋監督は伝えようとして全力疾走やらなきゃいけないとか、まあ、言い続けたんだろうね、うんまあ、だけどそれは選手の心に響かなかったという、うんうん、だからやめることを身をもって教えていくという、うん、もうメッセージですね最後の選手のいやだからかっこいいってそうです、ね、俺はそれを見た選手たちがどう感じるかですよ ね、 ね。それを考えるとあの例えば V9 とか巨人とかあとは西武とかすごいですね昔の。いやだから巨人はその伝統をずっと持ち続けてるじゃん、うん、そう負けられないって、はい、勝つ喜びよりも負ける怖さの方を知ってるチームっていうのはやっぱ強いよそうですね、やっぱ精神的な何かそういったものが脈々と受け継がれていくんでしょうね、まあ、そうだね、うんまあ、そんな中岸田コーチが投手コーチが、はいはい監督に決定ということで、うん、2軍でこれまでは投手コーチ担当されてたんですけれども今年の6月から1軍の方に上がってきてそして岸田さんということで、うん、もう一人の岸田さんはねお辞めになってこっちの岸田さんはっていううまいこと言うもうそれ SNS から拾ったの拾ってない今嘘つけごな今本当に思いついたあれ岸田と思ってそうなんだ、まあ、大将面白くないあそうだった調子もんだ岸田ねそうなんですよ、はいはいはいまあ、若い、まあ、40代前半の投手出身の監督ということで、はい、でも一塁に全力疾走したことあるかねないと思うんです多分 DH だからな一回その全力疾走を味わった方がいいかもかなって思うけど我々は岸田っていう人間がどういう人なのかっていうのをやっぱ分からない、はいまあ、俺が信頼してる福良という GM がやっぱ岸田を多分指名したと思う、ね、あなるほどだからそれは信用するよ、はい、だからどういう野球になるかっていうのは、うん、すごく今から楽しみだしねそうですよね、うん、一時期こう岸田ね、うん、ピ
ッチャーバンバン投げてた時あるけども、うん、コーチやってたんだね。そうなんです。知らなかったんだよ。コーチされてたんで、私もね2010年に1回インタビューさせていただいて、めちゃくちゃ気さくな方で、はいはい、あ、本当理性者、理性者っていう感じの感じでした。あ、理性者なんです。そうなんです。だから T 岡田は、 T 岡田選手なんかコーチに、でも外出るっていうな、なんかコーチになるみたいですよ。え、コーチになるって。そうです。いや、一回外出てどうのこうのって言ってたでしょ。その記事も出てたんだけど、はい、まだそれ翻した、はい、それはやっぱり理性者だからな。理性者同士ですからね。なあ、そうです、そうです。足立さんもコーチで残るみたいなことも出てましたし、今回引退される方がそのままコーチにみたいな、はい、あの比嘉投手もそうなんですけれども、どうなんですかね、慣れ合いが嫌だって言ってどうなんやろね、大丈夫か、うん、おい。だから去年まで選手だった方が今度コーチになって、選手たちはそこで慣れ合いとかピリッとした緊張感というのが保てるのかっていうのもまた一つあれです。まあ政権が変わるとさ、うん、まあ、内閣が変わるというか、はい、まあ、コーチとか変わるよね、うん、まあ一応の新鮮味は見せるんだよね、はい、だけど戸惑いも見せると、これはね選手が不安になる、うん、はい、新任のコーチは多いもんね。多いんですよ。そうなんです、うん、あとはセンスだな。うん、センスを持ち合わせてるからな。あと水本さんは2軍の方にどうやら行かれると、お、2軍監督に行かれるということで、これは体制的には中島監督がお辞めになっただけみたいになっちゃうんですかね。いや、田口も辞めた。あ、そうですね、田口総道さんもそうですよね。まあ、記事によると人望が厚い人だとかね、はい、求心力がある人だっていうふうに書いてあるし、はい、まあ、それを信じると、まあそういう素質っていうのはね、うん、資質っていうのはすごく大切なことだし、はい、期待はしたいけどね、うん、そうですね。だけど、まあ、はっきりしないものな、うん、どうやって喋ればいいんだっていう感じもあるけども、はい、早い対応でね、うん、秋に向かっての練習も、はい、もうスタートしてるんだろうな、まあ、どういう野球になるのか、はい、まあ、楽しみだけどね。そうですね、打順が中島監督の時は日替わり打順でしたけれども、岸田新監督になってどういうふうにそのあたりを、今まで投手コーチでしょ、はい、打順の組み方っていうのはやったことないと思うんだよ、はい、バッティングコーチとヘッドコーチ、ヘッドコーチ誰にするのか分かんないけど、はい、まあ、そういうのと相談しながら決めると思うよ、うん、ということはオリックス出身者だと、はい、もう伝統的に日替わりっていうことがあるから、あ、はい、まあその中でね、やっぱ固定の方が強いよっていうふうに考える人だと固定になってくるだろうし、うん、まあ、その人の性格考え方っていうのが分かるよね、うん、そうですね。これは打順の組み方を見るだけでは、うん、岸田監督っていう、うん、思考は覗けないけど、はい、まあ、バッティングコーチ、ヘッドコーチは、あ、こういう考え方なんだっていうのは伺い知れるよね。ああ、そうなんですね、うん、まあ、楽しみだな。そうです。どういう人事を引くのかな。そうですよね。ただ早かったですね、全てが。お辞めになるって言ってからもう岸田監督っていうふうに発表するまでが、これは決まってたことないかなって思いますよね。思うよね、うん、まあでも次期監督はもう岸田って、はい、もう決めた可能性はあるよね、うん、そこは大きい。もうそれしかない。そうですね。いくら俺のとこ電話があると思ったんだよね。何もなかったんですか。あんな無視だもん。忙しかったんですよ。忙しいんだよ。今あの藤浪投手を取るかもしれないっていうので、はい、福良、ね、GM が実際に現地にもう見て視察したって記事が出てたので、そっちで忙しかったのかもしれないですね。うん、今更見ることもないだろう。藤浪投手もしかしたらオリックスにっていうのが出てたので、まあ、そのあたりもちょっと、まあ、可能性なくはないな。そのあたりぜひ福良さん、ね、はい、聞いてみてください。お願いします。はい。